昔から、すごく運が悪かった。私が参加する遠足はいつも雨。てるてる坊主を作っても、全然ダメで。新しく買ってもらった帽子が、風で飛ばされてなくなったり、お気に入りの靴も、車に泥をかけられて真っ黒になっちゃったり。私が頑張っても、どうにもならないことがたくさんあって、それで少し嫌になっちゃって。でも、そんな時、テレビで一人のアイドルを、はるかちゃんを見たんだ。ずる休みしちゃった。本当はダメだけど、でもやっぱり行きたくないな。きっと私がバトンを落としちゃったからみんな怒ってるよね。いつもこうなっちゃう。頑張っても頑張っても悪いことばっかり。私が頑張ってもダメなのかな。ずーっと悪いことしかないのかな。みんなこんにちは、アスランの桐谷はるかです。あれ？お母さん、テレビつけっぱなしで行っちゃったのかな？今日は、私の初めてのソロ曲を歌います。緊張しますが、頑張ってみんなに元気を届けるので、よろしくお願いします。アイドル？でも、私と同い年くらい。してて素敵。聞いてくれてありがとうございました。私も練習したらあんな風に歌ってダンスできるようになれるのかな。あ、でも私が頑張ってもどうせ。今日がいい日じゃなくても明日はいい日になるかもしれないって思えるように。え？私はアイドルとしてみんなに希望をあげたいってそう思っています。だからこれからも明日を頑張る希望を届けるアイドルでいられるように頑張ります。今日がいい日じゃなくても明日はきっといい日に。そうなのかな。諦めないで頑張ればきっといつかいい日が来るのかな。うん、やっぱり学校行こう。リレーのこともみんなに謝ってまた頑張ろう。なんだろう、あの一言でたくさん元気をもらえた気がする。桐谷はるかちゃんか。書類審査通りますように。よし、ちゃんとポストに投函したし、あとは結果を待つだけ。ってもうこんな時間？急がないと遅刻しちゃう。しないな。今日はもう練習終わりに。ダメダメ、こんなところで諦めちゃ。はるかちゃんはきっともっと大変な練習してるはずだもん。明日はいい日になるって信じて頑張ったらオーディションだってきっと。よし、もっともっと頑張らないと。頑張って、それで絶対にはるかちゃんみたいなアイドルになる。スマホが急に光った気が。アンタイトル？こんな曲ダウンロードしてたっけ？何？
きまで屋上にいたはずなのに、どうしてステージなんかに？これってもしかしなくても夢だよね。でもこのステージ、アイドルのライブみたいだな。どれも可愛い。私もいつかこんなステージでライブができたらいいな。それではるかちゃんと共演できたりなんて。こんにちは、みのりちゃん。え、誰？あなたはみくちゃん？私の犬よ。世界へようこそ、みのりちゃん。りんちゃんまで？やっぱり夢だよね。みくちゃんとりんちゃんと話せるわけないし。ここは世界だからね、みのみちゃん。え、世界？そう、みのみちゃんとみんなが思い出できた世界。この世界でね、私たちはみのみちゃんたちに本当の思いを見つけてもらいたいんだ。うん、本当の思いを見つけると、その思いから歌が生まれるから。本当の思い、歌？待って、何を言ってるのか全然わかんないよ。そう？でも、みのりちゃんはもう本当の思いを見つけてるみたいだし。まあいいか。私の本当の思い？それって何？アイドルになりたいって夢はあるけど、それのこと？どうだろう。でも、その思いは忘れないでいてほしいな。きっと他のみんなはみのりちゃんみたいな思いを忘れかけちゃっているから。え、それってどういう。ああ、そろそろライブが始まっちゃう。みのりちゃん、またね。みのりちゃんたちが同じ思いを持っている限り、きっとまた世界で会えるから。そうそう、私とみくちゃんも応援するからね。え、待って。じゃ、あれ、私寝てた？わあ、まさか屋上で寝ちゃうなんて。疲れてたのかな。なんだか変な夢を見てた気がするけど、もういっか。練習の続きしないと。先生、提出する書類はこれでいいでしょうか。はい、もう決めたので、アイドルはやめるって。よし、ちょっと休憩もできたし、失敗してたステップ、次こそできるようにならなくちゃ。もっともっと頑張って、絶対絶対はるかちゃんみたいなアイドルになるぞ。メールまだ来ないの？やっぱり今回のオーディションもダメだったのかな。うんうん、結果が出るまでは信じなくちゃ。大丈夫、今度こそ絶対に受かってるはず。あ、来た。お願いします、お願いします。えい。また不合格。はーい。もうこんな時間、遅刻しちゃう。とか間に合った、よかった。けどこれで50回目の不合格か。久しぶりに書類審査も通ったし、いけるかもって思ったのに。ううん、ダメダメ、これくらいで弱音を吐いてちゃダメだよ。アスランのはるかちゃんだって言ってるもんね。今日がいい日じゃなくても
明日はいい日になるかもしれない。だからみんなが明日こそは大丈夫って信じて頑張れるように、このステージから明日を頑張る希望を届けたいんです。そうだよ、今回のオーディションはダメだったけど、次はいい結果が出るかもしれないし、よし、もっともっともっと頑張るぞ。え、今朝はバタバタしちゃってたからニュース見てないけど、何かあったの？アスランが解散？はるかちゃんが引退？私がここまで頑張ってくれたのは、はるかちゃんがいてくれたからなのに、それなのに、全然気持ちの整理ができないよ。いえ、いいんです。私はもう普通の高校生なので。桐谷遥です。この学校には中等部から在籍していましたが、高等部から芸能活動が忙しかったため休学していました。でも、また学生として勉強したいと思い、仕事を辞めて復学しました。よろしくお願いします。はるかちゃんが？嘘！体が真っ二つになりそう。ごめん、気持ちの整理ができなくて。ここにいるはるかちゃんを見ちゃったら引退を受け入れることになっちゃいそうで。でもそうだよね、はるかちゃんはアイドルの前に普通の女の子で、はるかちゃんは今まで私にたくさん明日を頑張る希望をくれた。私は今までも十分はるかちゃんからいろんなものをもらったんだ。だからこれからは自分で決めた道を進むはるかちゃんが前を向いて頑張れるように心の中で応援していこう。うん、目をそらさないではるかちゃんの選んだ道をちゃんと受け入れよう。それで今まではるかちゃんにもらった分も私が誰かに希望を届けられるようになろう。そんなアイドルになるためにももっともっと頑張らなくちゃ。こうなるって予想はついてたけど、どこかに落ち着ける場所はないかな。よし、気を取り直して今日もダンス練習頑張るぞ。いつもはアスランの曲だけど、そうだ、今日はミクちゃんの歌にしよう。可愛くて元気出るし。あ、邪魔しちゃったかな。はい、1年 A 組出席番号21番、花里みのりです。趣味は振り付けの完コピ、特技はキャッチフレーズをつけることです。緊張してなぜかオーディションみたいなことを同じ1年生なんだね。
私は桐谷遥。今日 C 組に編入してきたの。読書できる場所を探してるんだけど、ここにいてもいい？もちろんです。本物の遥ちゃんだ。顔小さい。なんだかキラキラしてる。どうしよう。これ絶対同じ空気吸っちゃってるよね。はるかちゃん、なんだか疲れてるみたい。そうだよね。みんなに囲まれて、いろいろ聞かれたりとかして、きっと大変だったよね。うるさいと本も読みづらいだろうし、今日はダンスの練習やめておいた方がいいかな。花里さんは、ここで何してたの？ダンスの練習です。ダンス部とかじゃないんですけど、私、アイドルを目指してまして、はるかちゃんみたいな。え？はっきりしなさいってば。何？怒鳴り声？いい？ちゃんと話すまで返さないからね。ほら、早く来なさいよ。誰か喧嘩してる。屋上に上がってくるみたいだけど。せっかくはるかちゃんがゆっくりできる場所なのに。給水塔の陰にいたらやり過ごせるかも。はるかちゃん、桐谷さん、こっちです。あ、うん。あれ、あれはしずく。え、日の森先輩と知り合いなんですか？しずくとは仕事で何回か会ったことがあるの。あ、そっか。日の森先輩はチアフルデースのセンターだし、歌番組でも一緒になってましたもんね。もう一人はキューティーの桃井愛理だよね。よくバラエティアイドルとして出てた。はい。あ、でも半年前くらいに辞めちゃったんですよね。あんなにいっぱいバラエティ番組に出てたのに。この学校、私も単位制クラスが便利だから選んだけど、やっぱり芸能活動してる人が多いんだね。そうですね、桐谷さん。私、はるかちゃんと普通に会話しちゃってる。同級生なんだし、敬語じゃなくていいよ。私も、みのりって呼んでいい？わかります。じゃなかった。はるかちゃん。はるかちゃんに名前を呼ばれる日が来るなんて。もしかして私、明日死んじゃうんじゃ。それにしても、どうしてあの二人が喧嘩してるんだろう。しずく、私、昔の後輩から聞いたのよ。あんたがメンバーとうまくいってないとか、移籍するとか、変な噂が立ってるってこと。本当なの？それは。はっきりしなさいよ。中途半端な態度が一番良くないのよ。あんたがそんなだと、ファンだって不安になるじゃない。わかってる。わかってるけど。なんだか長くなりそう。仕方ない。こっちから出ていこうか。え？誰かいるの？アスランの、桐谷遥か？あんた、この学校だったの？はるかちゃん？久しぶり、しずく。去年の収録以来だね。ちょっと、こっちが話してるのよ。こそこそ盗み聞きなんて、いい度胸じゃない。盗み聞き？そっちが勝手に誰もいないって思って、大声で騒いでいただけじゃないですか。なあ！安心してください。さっき聞いたことは誰にも言いません。やめたとはいえ、それくらいの常識はありますから。なんて生意気だ！まったく、これだから大手のアイドルは。ま、今聞いたこと話さないならいいけど。そっちのあんたも話さないでよ。言いません。誰にも言いません。それならもう言っていいわよ。私たち、まだ話をしなくちゃいけないの。あの、でも。何よ、まだなんかよ。
後から来ておいて出て行けだなんて勝手ですね。彼女の方が先にここでダンスの練習をしていたんですけど。はあ？ダンス？一人で？なんでよ。私そのアイドルを目指してて。アイドル？あんたが？はい、私アイドルになることが夢なんです。アイドルになりたいってあんた本気なの？はい、今はオーディションのために練習してます。オーディションってどこの？次はモリプロのオーディションを受けようと思ってます。モリプロ？超大手事務所じゃない。あそこの倍率何倍か分かってるわけ？あんたみたいな素人じゃ通ってせいぜい一次審査よ。ひょえー、あんた名前は？花里みのりです。そう、今までいくつオーディション受けたことあるの？結果は？応募は50回くらいして、書類審査を通ったのは3回で、二次審査を通ったことはまだないです。はぁ、そんなんじゃモリプロに受かるわけないでしょ。弱小事務所のアイドルすらなれるかどうか。でも頑張ります。もっともっともっと頑張ればきっと。頑張る？頑張っただけでなんとかなるわけないじゃない。え？アイドルを目指すのはやめた方がいいわ。あんた向いてなさそうだから。そんな。待って、愛理ちゃん。何よ。その子の夢を否定しないであげて。愛理ちゃんは今はお仕事をしていないけど、みんなに希望をあげるアイドルでしょ。だから愛理ちゃんにはそういうことを言ってほしくないの。分かってるわよ、そんなこと分かってるわよ。私向いてなくても頑張ります。だから頑張ったからってなんとかなるわけじゃ。私信じてるんです。信じてる？今日がいい日じゃなくても明日はいい日になるかもしれない。だからみんなが明日こそは大丈夫って信じて頑張れるように、このステージから明日を頑張る希望を届けたいんです。この言葉を。それは。だから合格するまで絶対絶対諦めません。ダメでも頑張って頑張って頑張り続けます。今の言葉、とっても素敵だね。誰よ、まだ他に誰かいたの？あれ、私のスマホが光ってる。はじめまして、みのりちゃん。え、みくちゃんの映像？それに、はるかちゃん、あいりちゃん、しずくちゃんだよね。全員揃ってくれててよかった。よろしくね。どういうこと？どうしてミクが話しかけてきて私たちの名前まで知ってるの？それは私がみんなの思いでできた世界から来たからだよ。思いでできた世界？そう、私ね、世界のステージでリンちゃんと一緒にアイドルとしてライブしてるの。リンちゃんはダンスがとっても上手なんだよ。私も教えてもらったりするんだ。教えてもらって？あ、そろそろライブの時間だから行かなくちゃ。それじゃあ世界で待ってるね。みんな早く来てね。何今の、新手の広告？ミクちゃんとおしゃべりできちゃうなんてとっても不思議ね。あのすみません。あ、何よ。その今の広告のミク、広
僕じゃないかも。とにかくミクが言ったことが私思いまして。大丈夫？落ち着いて話していいのよ。あんたの練習見なきゃいけないのよ。それはそうなんですけど、私ダンスも歌もずっと一人で練習してて、だからわからないことがいっぱいで、厚かましいお願いだってことは分かってます。でも先輩たちみたいなすごいアイドルに教えてもらえたら、もっとアイドルに近づけるって思ったんです。私もっともっとアイドルに近づけるように頑張りたいんです。だから分かったわ。しずく？みのりちゃんだったかしら。お仕事があるからオフの日だけになっちゃうけど、それでもいい？もちろんです。ありがとうございます。ちょっとどういうつもり？あんた自分の仕事。昔愛理ちゃん言ってたでしょ、アイドルならアイドルを目指す子は絶対に放っておけないものよって。わかったわよ。私も見てあげればいいんでしょ。ただし次のオーディションに落ちたらそこでおしまい。いい？はい、ありがとうございます。練習見てもらえることになって。はるかちゃんごめんね、結局バタバタしちゃって。そういえばあのミクちゃんの映像は何だったんだろう。そうだね、とっても不思議だった。今日はなんだか変わったことがいっぱいあったな。みのりはアイドルになりたいんだね。はるかちゃんに言えるなんて変な気分。私はるかちゃんに憧れてアイドルになりたいって思ってたから。私もはるかちゃんにもらった分、そんな風に誰かに希望を届けられるアイドルになりたいの。だから先輩たちに見てもらってもっともっと頑張らなくっちゃ。そう。日の森先輩、桃井先輩、今日からよろしくお願いします。よろしくね、みのりちゃん。力になれるよう頑張るわ。ストレッチは済ませてあるでしょうね。はい、教えてもらう時間は全部練習に使いたいので。いい心がけじゃない。ところでなんであそこで桐谷はるかが本読んでるわけ？はるかちゃんはここが一番人が来なくて静かだからって言ってましたけど。ダンスの練習始まったらどう考えても静かじゃないでしょ。そういえばあんた自己 PR と面接の対策はできてるの？一次審査はダンスじゃなくてそっちでしょ？はい、もちろんです。へえ、じゃあ自己 PR ちょっとやってみせてよ。はい、花里みのりです。趣味は振り付けの完コピ、特技はキャッチフレーズをつけることです。今日は自分にキャッチフレーズをつけてきました。夢が実って花になる花里みのりです。よろしくお願いします。2点ね、100点満点中。あんたがどういう人間なのかが全く伝わってこなかったわよ。キャッチフレーズもよくわかんないし。
自己 PR は自分の強みをもっと見せないと。私ならそうね、バラエティに強いとか、どんな無茶ぶりでも答えますとかかしら。桃井先輩、いっぱいバラエティ出てましたもんね。芸人さんたちとのやりとり、すっごく面白かったです。まあ、視聴者からそう見えていたなら何よりだわ。私は何が強みなんだろう。そうね、今のあんたなら頑張り屋かしら。それをアピールした方がいいんじゃない。頑張り屋？でもみんな頑張ってるんじゃ。一人でも頑張れるって案外誰にでもできることじゃないわ。十分あなたのアピールポイントになるわよ。オーディションに50回落ちても頑張っているところなんてすごくいいエピソードだと思うわ。確かに。ま、今日はダンスの練習じゃなくて自己 PR を磨いた方が良さそうね。いい自己 PR ができるまで徹底的にやるわよ。はい。ま、根性はあるみたいね、あの子。昔の雫よりはしごきがいがあるって感じ。研究生時代の愛理ちゃんのこと思い出しちゃった。とっても厳しくて。あんくらい普通よ、普通。ねえ、ところで雫、この間の話って結局。まあ今日は疲れたし解散ね。また明日学校で。うん、それじゃあまたね、愛理ちゃん。しずく。あ、ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい。次はラジオの収録に行って、その後は。あら、タオルがないわ。更衣室に忘れちゃったのかしら。誰かいる？また。ごめんなさい、ここにタオルがなかったかしら。あ、あった。それじゃあ次のライブもみんなで頑張りましょうね。よろしくお願いします。いいわね、自己 PR もバッチリまとまってきたじゃない。本当ですか、ありがとうございます。そういえば書類審査用の写真は撮れた？あ、はい。こんな感じなんですけど。あら、ナチュラルでいい感じじゃない。写真はこれでいいと思うわ。でも実物の方を磨くことも忘れないように。写真と違いますねなんて言われたくないでしょ。確かに。でも他の子たちはみんな可愛いんだろうな。写真も実物も。
不安になってきちゃった。日の森先輩みたいに綺麗だったらこんなに不安にならなかったのかな。アイドルは見た目でなれるものじゃないわ。アイドルはハートが大事なの。ファンのためを思って頑張る心、それがアイドルにとって一番大切なものなのよ。しずく、それって昔ある人に教えてもらったのよ急に真面目な話をしちゃったわね。みのりちゃんはとっても素敵だから、自信を持ってね。はい、ありがとうございます。はぁ、今日も疲れた。お疲れ様、みのりちゃん。今日も頑張ったわね。今日できなかったとこの確認ちゃんとやっておくように。いい？はい。あ、え、ちょっと、大丈夫？あ、ちょっぴり足ひねっちゃったみたいです。でも、すぐ治ると思いますから。見せて、みのり。え、はるかちゃん？よかった、腫れてはないみたい。でも、湿布を貼っておいた方がいいかも。みのり、練習を頑張るのはすごくいいことだよ。でも、無理はしないでね。うん、ありがとう、はるかちゃん。はるかちゃんって素敵だな。可愛いだけじゃなくて、優しくって、かっこよくって。やっぱり私、はるかちゃんみたいな素敵なアイドルになりたい。なに？みのりちゃん？みくちゃん？どうしてまた？驚かせちゃってごめんね。本当は世界で待ってようと思ってたんだけど、みんな元気がないんじゃないかなって気になっちゃって。え？私は元気だけどみんなで私たちのライブを見に来てほしいの。そしたらきっと元気になれると思うから。ライブ？後でプレイリストも見てみて。それじゃあ世界で待ってるから。あ、また消えちゃった。やっぱりこれって新手の広告なのかしら。ずいぶん凝ってるわね。世界、あのミクちゃん前も世界って言ってたわね。あ、そういえばプレイリストを見てみてって。あれ、なんだろうこれ。アンタイトルって曲が入ってる。アンタイトル？無題ってこと？この曲を聴いてってことなのかな。あ、スマホが光って。え、ここどこ？ステージが、あっちにもこっちにも。どうなってるの？私たちさっきまで屋上にいたはずよね。何よここ、夢じゃないわよね。あ、先輩たちも。よかった、一人じゃなくて。それにしてもすごい数のサイリウム。これからライブが始まるのかな。ん？そうだよ、みのりちゃん。え、みくちゃん？みくちゃん、もうすぐ開演だよ。あ、みんな来てくれたんだね。私たち待ってたんだよ。りんちゃんも？あ、っていうか私今りんちゃんと握手してる？一体どういうこと？みくもりんもバーチャルシンガーのはずなのに、どうして会話できるし触れるの？それはね、ここがみんなの思いでできた世界だからだよ。思いでできた世界？うん、4人の
アイドルへの思いでできた世界。私たちはここでみんなが本当の思いを見つけられるようお手伝いするためにいるの。そう、ここでは本当の思いを見つけられたら、その思いから歌が生まれるんだ。でもみんなはまだ本当の思いを見つけられてないみたいだね。思いが歌に？どういうこと？詳しい説明は後。まずは私たちのライブを見てほしいな。みんなが元気になれるようにとっておきのライブを考えたんだよ。見ててね。つまり今からミクちゃんたちのライブを見られるってこと？みのり、ちょっと顔貸して。なんでほっぺたつねるんですか？だって夢でも見てるのかもって思うでしょ。自分のほっぺたでやればいいのに。見て、始まるみたいよ。みんな、こんにちは。ミクです。リンだよ。今日は、私たちのライブに来てくれて、ありがとう。みんなに楽しんでもらえるように、精一杯、歌うね。それでは、この曲から、聴いてください。あんた、よくこんなわけわからない状況で楽しめるわね。みんなも一緒に。お客さんもとっても楽しそう。可愛くて楽しくてキラキラしてていいな。私もいつかこんな風にライブしたいな。絶対やる。アイドルになってあんなライブをやるんだ。二人とも息がぴったり。きっとお互いのことをとても信頼しているのね。そうね。私もこんなステージやってみたかったな。愛理ちゃん、次の曲はみんなもわかってるよね。全部青に。はるかちゃんがソロ曲を歌う時も青色だったな。私もライブでいっぱいペンライトを振ったな。でももうこの景色は見られないんだ。はるかちゃんはやめちゃったから。海みたいに見えるんだよ。え？ステージの上から見るとみんなが青くしてくれたペンライトが海みたいに見えるの。青い光と一緒にみんなの嬉しそうな顔が見えてすごく綺麗だった。もう見られないけど。はるかちゃん、私たちのライブどうだった？元気になれたかな？うん、最高のライブだったよ。私また明日から頑張れそう。よかった。あれ、でもなんでみんな青いペンライトなのかな。ミクちゃんとリンちゃんなら緑と黄色なのかなって思ってたけど。それはね、思いがこの世界で形になってるからだよ。思いが形に？ミク、リン、ライブを見せてくれてありがとう。とても素敵だった。でも、そろそろ帰らせてくれる？え？
明日の予習をしなきゃいけないし。そっか。それなら、アンタイトルの再生を止めれば、元いた世界に戻れるよ。ミクちゃん、教えたら帰っちゃうよ。いいんだよ、リンちゃん。ライブを見た後は、みんなお家に帰るでしょ？それはそうだけど。ありがとう、ミク、リン。今日は久しぶりに、楽しかった。それじゃ。はるかちゃん？え？アンタイトルを再生すれば、いつでもここに来られるよ。だから、いつでも会いに来てね。さよなら。私も、もう帰るわ。え？桃井先輩も？ミクたちが言った通りよ。ライブが終わったから、帰るだけ。そうね。私も戻らなくちゃ。ミクちゃん、リンちゃん、とても素敵なライブを見せてくれてありがとう。みのりちゃん、また学校でね。あ、桃井先輩、ひなもり先輩。みんなどうしたんだろう。あんなに素敵なライブだったのに、なんでみんな少し寂しそうな顔してたんだろう。大丈夫だよ、みのりちゃん。みんなきっと、少しだけ、アイドルへの思いを、思い出してたんじゃないかな。え？ねえ、みのりちゃん。この世界は、みのりちゃんたちに、本当の思いを見つけてもらうためにあるんだ。だからもし、自分の思いや、誰かの思いが見つけられなくて、苦しくなったりしたら、いつでも世界に来てね。本当の思いって、そうだ、私も今日できなかったところ家で練習しなくっちゃ。ごめんね、ミクちゃん、リンちゃん、私もそろそろ帰らなくちゃ。大丈夫だよ、みのりちゃん。また元気になりたい時はいつでも遊びに来てね。私たちはいつだってとっておきのライブを見せるから。うん、元気をお届けしちゃうよ。うん、今日は本当にありがとう。また来るね、ミクちゃん、リンちゃん。もう私の時間を、私にアイドルをやる資格なんてない。昨日のすごくいいライブだったな。愛梨ちゃん、おはよう。昨日はすごく不思議だったね。おはよう、しずく。そうね、世界って場所もミクたちのことも一体どうなってんのかしらね。曲を再生したら別の場所に行っちゃうなんて。でも愛梨ちゃんは楽しかったんじゃない？え？ライブを見てる時の愛梨ちゃん、目がキラキラしてたから。そんなこと。ねえ、愛梨ちゃん。愛梨ちゃんは、本当はまだ。やりたいって気持ちだけで、どうにかなるわけないじゃない。雫だって知ってるでしょ？私がどうして、アイドルをやめたのか。本当？ついに私に月が回ってきたわね。精一杯頑張らなくっちゃ。チャンスをもらって必死で頑張ったわ。
トークも漫才だって勉強して、それが受け入れられてみんなに喜んでもらえた時はとっても嬉しかったわ。でも でもその日ってミニライブの日じゃ。でも分かったわ。そうと決まれば精一杯頑張るだけ。そうよね。私が注目されるようになればグループの活動の幅も広がるし、もっとたくさんの人にライブを見てもらえるものね。楽しみにしてくれるファンをがっかりさせるのはすごく申し訳ないけど、アイドルとしてもらった仕事は全力でやらなくっちゃ。仕事が増えるのは嬉しいけど、最近全然ライブできてないな。ファン見も出られないし。あ、マネージャー、次のスケジュール聞かなくっちゃ。え？ちょっと待って、それってどういうことなの？抗議したけどダメだった。事務所は一番人気が出る形でプロデュースした方がいい。業界で生き残るためにはこうした方がいいの一点張りで、納得がいかなくて移籍もしたわ。けど次の事務所も最初はうまいこと言ってすぐに手のひら返し、結局私は業界にもアイドルだって思われてなかった。それに私を見てくれる人たちも。そんなことないわ。愛梨ちゃんは立派なアイドルよ。みんなに希望をくれる誰より素敵な。やめて、しずくん。私だって本当は分かってるの。私は。でもやめてよ。しずくに何が分かるのよ。花があって才能があって、顔も普通で必死に頑張っても認められない私の何がわかるっていうのよ。最初から生まれ持ってるものだけでみんなからアイドルだって認められるくせに。あ、アイリちゃん、ごめんしずく、待って。アイリちゃんまで。見つけたわ。あんたね、今回のオーディションでグランプリ取った日の森しずくってのは、私は桃井愛理、あんたのライバルだから覚えておきなさい。せいぜい寝首かかれないようにって。ちょっとあんた、なんで泣きそうな顔してんのよ。あ、そのとても怖くって。私いつの間にか友達に応募書類を出されてたことがきっかけでオーディションに出ることになったの。そうしたら私グランプリをもらえてしまって、その上期待をかけてもらって、でもダンスも歌も他の子たちみたいに経験がないから、私、みんなの足を引っ張ってしまうかもしれない。はあ、すごい美人って聞いてたから、どんな高飛車かと思ったら。ちゃんとしなさい！アイドルになった以上、弱気になっちゃダメよ。でも。いい？アイドルは、ファンに希望をあげられる存在なの。希望？そう。私たちが頑張ることで、ファンのみんなに明日も頑張ろうって思ってもらえるのよ。だからアイドルはハートが大事。見た目とか才能とかじゃなくて、みんなに希望をあげようって前向きなハートがなくちゃダメ。
どんなに不安でも辛くても前を向くの。ほらタオル顔拭きなさいよ。せっかく綺麗な顔してるんだから笑わなくっちゃ。一緒にアイドル頑張りましょうね。負けないわよ、しずく。うん、ありがとう、愛梨ちゃん。愛梨ちゃんの言葉があったから、ずっと頑張ってこれた。でも。みんな変わって、愛梨ちゃんも変わっちゃって、私は、もう。難しいな。あれ？もうこんな時間？結局今日は誰も来なかったの？メッセージも読んでもらえてないみたいだし。あ、アルカちゃん来てくれたんだね。よかった。先輩たちは？それが今日は桃井先輩も日の森先輩も来てないんだ。そう。でもちょうどよかったかな。ねえ、みのり。私、明日から別の場所で読書しようと思うの。やっぱり、ダンスの練習しているそばだと、本に集中できなくて。え？でも、そうだよね。はるかちゃん、静かな場所を探してただけだもんね。むしろ、今までありがとう。はるかちゃん、私のことを見守ってくれてたでしょ？はるかちゃんがそばにいてくれたおかげで、もっと頑張ろうって思えたよ。そっか。またいつでも連絡してね。時間があったら、たまには一緒に帰ろう。うん。それじゃ。はるかちゃん！私、オーディション頑張るね！それで絶対、はるかちゃんみたいなアイドルになる！あ、見てくれた人たちに、明日を頑張る希望をあげられるような、そんなアイドルに。うん、頑張ってね。そんな素敵なものじゃない。アイドルはそんな素敵なものじゃないの。しずく、ずっとメッセージ読んでない。電話も出ないし。そうよね。私、最低なこと言っちゃったんだから。アイドルどころか、友達、失格じゃない。メッセージ、もしかして雫？桃井先輩、今日は忙しいですか？また時間ができたら、練習を見てもらえると嬉しいです。みのり、そうよ。みのりの特訓の続きを見てあげないと。でも、アイドルとして必要とされなかった私が、みのりに教えて、本当にいいの？え？やっほー！会いに来たよー！なに？今の声、誰？じゃんじゃーん！みんなのアイドル、りんちゃん参上！私のスマホにリンが？それはもちろんアイドルだからだよ。アイドルなら落ち込んでる子に元気出してほしいって思っちゃうよね。会いに行きたくなっちゃうよね。それはそうかもしれないけど、それに愛梨ちゃんは本当はアイドルが大好きでしょ。アイドルとしてなおさらほっとけないよ。あ、昔、愛梨ちゃん言ってたでしょ？アイドルなら、アイドルを目指す子は、絶対に放っておけないものよって。私は、あのね、誰でも、しょんぼりしちゃうことはあると思うの。だからそんな時は、私の歌を聴いてほしいな。
私たちが前向いて頑張ろうって気持ち絶対に届けちゃうんだから。前を向いてありがとう、リン。というわね、アイドルって楽しいだけじゃないの。え？デビューして有名になっても思うようにいかないことがたくさんあるの。いろんな人の間でやりたいことがどんどんできなくなっていって、それでもみのりはアイドルになりたい？なりたいです。私はアイドルになりたいです。桃井先輩に昔どんなことがあったのか私にはわかりません。それにこの先どんな辛いことがあるのか全然想像もつかないです。でも自分で決めた道だから何があっても後悔しません。自分で決めたそうよね、誰が何て言ってもそれでいいのよね。私がアイドルでいたいんだから。桃井先輩私の方が元気づけられちゃったわ。私ね、前の事務所でバラエティタレントとして売り出した方がいいって言われてたの。その方針に反発して事務所を変えても同じことを言われたわ。アイドルとして活動するよりこっちの方がずっと長く芸能界で働けるって。でも私はアイドルでいたかったの。ステージの上からみんなに希望を届けたかった。なのに業界からアイドルとして必要とされなくなってずっとずっと苦しかった。でもみのりを見てて気がついたわ。私がアイドルになりたいからなる、それでいいんだって。事務所のこととかこれからの仕事のこととかまだどうすればいいのかはわからないけど、それでも私は希望を届けられるアイドルになりたい。だからみのり、今日から私も一緒に練習するわ。もう一度ゼロから。今度は同じ夢を追いかける仲間として。ね。桃井先輩。さあ、アイドルを目指す者同士、一緒に頑張りましょう。いい？絶対負けないわよ。はい！よろしくお願いします。はい、大事な話があるんです。じゃあ今日はここまで。かなり様になってきたわね。ありがとうございます。これも桃井先輩と日の森先輩のおかげです。ねえみのり、最近雫に会ったりしてない？仕事が忙しいみたいで学校でも見かけなくて。あ、今日のお昼に来たみたいですよ。日の森先輩ファンのお友達が見かけたって。え、それ本当？はい。どうしたんですか桃井先輩。私この前雫にひどいこと言っちゃったの。雫は私のこと心配してくれたのに、私は雫に生まれ持ってるものだけでアイドルだって認められるくせになんて言っちゃって、だから雫に謝りたくって。どうしてそんなこと言っちゃったんですか。きっと本当は羨ましかったんだと思うわ。
私と雫は事務所の同期なんだけど、雫は昔から私にないものをたくさん持ってたの。初めて雫に会った時なんてびっくりしちゃったわ。もちろんすごく綺麗っていうのもあるけど、キラキラしてるっていうか、自然と目で追っちゃって、これが天性のアイドルなのねって圧倒されたわ。もちろん絶対負けないって思ったけどね。それからデビューまで一緒に練習して頑張ってきた。辛いこともあったけど、励まし合って乗り越えて。でも私はアイドル扱いされなくなっていくのに、雫はどんどん先に進んでいって、私も雫みたいだったらって思ったら、本当最悪よね。桃井先輩、じゃあちゃんと謝りに行きましょう。今から一緒に日の森先輩に会いに行きませんか？ええ、ありがとうみのり。じゃあ教室に。ん？なんだろう、ニュースアプリの通知が。え？あ、桃井先輩、大変です！これ！ん？うん。それじゃあまた明日。雫！あ、桃井先輩、どうしてあんなに走って。みのりまでそんなに慌てて、どうしたの？それが、さっきこれがニュースアプリの速報で流れてて。待ちなさい、雫。愛梨ちゃん。やっぱりチアフルデイズを脱退するって噂は本当だったのね。でもどうして。なんで黙るのよ、ちゃんと話してよ雫。日の森先輩、あの、本当に辞めちゃったんですか？もう少し伏せておいてもらえるはずだったんだけど。本当なのね。どうして、どうしてよ。雫がアイドルを辞める理由なんてどこにもないじゃない。雫は羨ましいくらいアイドルじゃない。花があって、立ってるだけで存在感があって、みんなが振り返るくらい綺麗で。どうして愛梨ちゃんまでそんなこと言うの？え、愛梨ちゃんが教えてくれたんじゃない。大事なのはハートだ。ファンに希望をあげるために頑張るのがアイドルだって。だから私はずっとそんなアイドルになろうと思って頑張ってきた。なのに、なのにどうしてみんな私の見た目や生まれ持ったもののことばかり言って責めるの？もしかして私のせいなの？私が雫にあんなこと言ったから？それは、でも辞めることはずっと考えていたの。みんなとうまくいかなくなってからずっと。みんなってチアフルデイズのメンバーのこと？メンバーが人気のある雫を妬んでいたって噂は本当だったの？初めは違ったわ。みんなで競い合って頑張れて楽しかったの。でも私がセンターになってからは、新曲のセンター選抜もどこか形だけになっていって、頑張っても頑張っても私の仕事だけが増えて、みんなはだんだん冷たくなっていって。そうだったの。みんなとうまくやっていけるように頑張ったけど、でもそれももう限界で。
もうアイドルが好きなのかもわからなくなっちゃったの。私のせいだ。希望をあげるなんて言って、私は逆のことして、私が雫からアイドルを。桃井先輩、そんなの嫌。雫は本物のアイドルなのに、私とは違う。雫はだから、雫がステージから降りるなんて嫌。桃井先輩、どこ行くんですか？もしかして劇場に行ったんじゃない？チアフルデイズの。え？私、愛梨ちゃんを追いかけないと。私も行きます。みのり、本当にいいの？え？きっと見たくないものを見ることになる。アイドルだってステージを降りればただの人間。才能を持っている子を羨ましいと思うし、自分の方が可愛いのに、人気が出るはずなのにって妬む。桃井先輩を追いかけていけば、きっとそんな見たくもないものを見る羽目になると思う。ありがとう、はるかちゃん、心配してくれて。でも桃井先輩は大好きな先輩だから、私行かなくちゃ。そうだね、みのりならそう言うよね。わかった、一緒に行こう。雫のことで話をしたいの。私は逃げた。私はアイドルとして活躍できないことが嫌で逃げて、そこでもアイドルとして見てもらえなくて逃げたわ。本当はもっともっと頑張って理想のアイドルに近づかなくちゃいけなかったのにね。でも雫は違うわ。雫はずっとセンターとして頑張ってた。あんたたちと一緒にファンに希望を届けるために頑張ってた。だから あんたたちの気持ち分かっちゃうのが本当に嫌。そうよ、私もあんたたちみたいに羨ましかった。雫は花があって綺麗で特別で、自分の方がずっと頑張ってるのに、どうして雫ばっかりって思っちゃうことも確かにあった。でもちゃんと見なさいよ。雫は自分の才能にあぐらをかかなかった。みんなが期待したらそれに応えようって努力した。アイドルとしてファンに希望を届けようとしたわ。だから人気があるの。だからセンターにいるの。妬んでふてくされてるだけの私たちとは全然違うのよ。愛梨ちゃん、ごめんなさい。雫、私最低だった。自分のことばっかりで雫のことをずっと傷つけて。雫はずっと私の言葉を信じて、みんなに希望をあげるためにずっと頑張ってたのに。
ち。わっ、桃井先輩、ダメ！ダメです、桃井先輩。桃井先輩はアイドルなんですよ。アイドルはみんなに希望をあげる存在なんですよ。ありがとう、みのり。頭に血が上ってたわ。アイドルはこんなことしちゃダメよね。よかった。はあ、みのりちゃん、止めてくれてありがとう。え、あ、そんな大したことは。それに愛梨ちゃんもありがとう。しずく、ごめんなさい。私、うん、さっき言ってくれたこと、私とっても嬉しかった。今までアイドルをやっていて一番嬉しかった。やっぱり愛梨ちゃんは私のアイドルだよ。しずく、ええ、安心して。私はもうチアフルデイズには戻らないから。みんな、さよなら。不甲斐ないセンターでごめんなさい。今までありがとう。悪かったわね、みのり、はるか。こんなことに付き合わせちゃって。いえ、大丈夫です。それより、誰も怪我しなくてよかったです。しずく、ごめん。私、自分のことだけしか考えてなかった。許してなんて言えない。でも、本当にごめんなさい。愛梨ちゃん。ねえ、愛梨ちゃんに一つお願いしてもいい？え？私、愛梨ちゃんにもう一度アイドルをやってほしいな。え？さっきね、すごく嬉しかった。私のことをちゃんと見てくれてる人がいたんだって。あの一言で私、本当にたくさんの希望をもらえたの。でも、愛梨ちゃんは昔も今もずっとアイドルだよ。辛い時、支えになる言葉をくれたのも、それに本当のアイドルになる夢を教えてくれたのも、全部愛梨ちゃんだった。だから愛梨ちゃんはきっと他の人にももっともっと希望をあげられると思う。そんな愛梨ちゃんを私は見てみたいの。本当、しずくってずるい。そういうところ。え、ずるいかな。しずくにそんなこと言われたら断れるわけないじゃない。それじゃあ。でも、あんたも一緒にやるのよ。え？さっき、本当のアイドルになる夢を私が教えてくれたって言ったわよね。その夢があるなら、諦めないでよ。しずくにとってのアイドルが私なら、私にとっての理想のアイドルは、しずくなの。ずっと追いつけなくて、悔しいのに、もっとステージの上に立ってる雫を見たいの。そんな雫が私のせいでアイドルじゃなくなったのに、自分だけアイドルに戻るなんてできないわよ。愛梨ちゃん、わかった。一緒にアイドルをやろう、愛梨ちゃん。え？うんうん、本当は私もいつか愛梨ちゃんと一緒にアイドルをやれたらってずっと思ってた。一度は諦めちゃった夢だけど、愛梨ちゃんと一緒なら
きっとまた追いかけていけると思う。しずく。ええ、私こそ今度こそ絶対に諦めたりしないわ。よろしくね、しずく。うん、頑張ろうね、アイリちゃん。わ、ちょっと抱きつかなくてもいいでしょ。よかった、桃井先輩も日の森先輩も。アイリちゃんとアイドルをやれるなんて夢みたい。そうね、やるからには世界で一番ファンに希望を届けられるアイドルになるわよ。うん。どこの事務所に入るかとか、二人でどうやって活動するかとか、ゆくゆくは具体的なことも考えなくちゃいけないけど、まずは二人で練習からかしらね。ねえしずく、明日から放課後屋上で練習しない？それはとっても素敵ね。お邪魔じゃないかしら、みのりちゃん。大歓迎です。よろしくお願いします。はるか、そのあんたもたまには一緒にやらない？正直に言うと教えてもらいたいのよ。アスランの時から見てたけど、歌もダンスもずば抜けてたし、私一日でも早く勘を取り戻したいから。ごめんなさい、私はいいです。私からもお願いよ。はるかちゃんが教えてくれたらきっと。お願い、はるかちゃんが教えてくれたらきっともっと上手くなれるから。やめて、私にはアイドルをやる資格はないの。え？アイドルをやる資格がない？それってどういうこと？いえ、深い意味はないです。ただ言い間違えただけで。はるかちゃん？私のことは気にしないで。私は、今は学生として普通の生活を送りたいの。三人とも頑張ってね。応援してる。あ、はるかちゃん！言い間違いじゃないわよね、あれ。はるかちゃん、何かあったのかしら。はるかちゃんがアイドルをやる資格がない？どうしてそんなこと。このポーズは腕の角度に気をつけて。みのり、しずくと揃ってないわよ。一緒にやるときは周りも見る。アイリちゃん、少し休憩を入れた方がいいんじゃないかな。みのりちゃん、今日はあんまり集中できてないみたいだから。あ、その、すみません。せっかく先輩たちと一緒にやらせてもらってるのに。いいのよ、仕方ないわ。昨日のはるかちゃんのことが気になっているんでしょ？それは。別に隠す必要ないわよ。私たちも一緒なんだから。アイドルをやる資格はないなんて聞いたら嫌でも気になっちゃうわよ。そうね。ネットや週刊誌で辞めた原因はこれだみたいな記事も結構な数見かけたけど、あんまりピンとくるのはなかったのよね。だから本当にただ学校で勉強したいのかもって思ってたんだけど。はるかちゃん、何があったんだろう。そういえば、オーディションの書類はもう出した？あ、はい。宛名も切手の値段もちゃんと確認して出しました。じゃあ、あとは祈るだけね。やれることはやったんだから。はい、桃井先輩と日の森先輩に見てもらいましたし、今回こそきっと。桃井、日の森？あ、もしかしてキューティーの桃井さんとチアフルデイズの日の森さん？え、ちょっと誰よ突然。もしかして雫の取材じゃって。え、アスランの元メンバーの舞ちゃん？
どうしてここにまえちゃんが？私アルバムではるかちゃんと二人で歌ってた虹色バラメーターが大好きなんです。はるかちゃんとまえちゃん二人ともすっごく息ぴったりで、それにありがとう。困らせちゃった。ごめんなさいごめんなさい。アスランを辞めてから1年くらい見てなかったわね。どうしてここに？それはもしかしてはるかちゃんに会いに来たの？はるかちゃん、今日はもう帰ってたんだね。桃井さん、日の森さん、それに花里さん、せっかく探してもらったのにごめんなさい。別に大丈夫よ。それよりどうしてわざわざ校門前で待ってたの？辞めたとはいえ同じグループのメンバーだったんだし、連絡先くらい知ってるんじゃないの？はい、連絡先は知ってるんですが、電話でもメッセージでもうまく伝えられないと思って。伝えられない？はあ、何か事情があるのかしら。私たちでよかったら話を聞かせてもらえない？同じ元アイドル同士、何か力になれるかもしれないもの。私はるかちゃんに謝りに来たんです。私のせいで、はるかちゃんはアイドルを辞めちゃったから。え？待って、それってどういうこと？あなたのせいって、一体はるかと何があったの？私、もともとはるかちゃんに憧れてアスランに入ったんです。はるかちゃんは、ライブでも、イベントでも、いつもみんなに明日を頑張る希望を届けたいって言っていて、私その言葉がすごく好きで、苦しい時いつも思い出して励まされてました。あ、気づいたらはるかちゃんみたいなアイドルになりたいって思っていて、必死に歌もダンスも練習して、だからアスランのオーディションに受かった時は本当に嬉しくて。はじめまして、新メンバーの舞です。あのはるかちゃん。え？私はるかちゃんの言葉に希望をいっぱいいっぱいもらいました。だからアスランに入れてすごくすっごく嬉しいです。私の言葉に？ありがとう、すごく嬉しい。これから一緒に頑張ろうね、舞。ステージで隣から見るはるかちゃんも憧れたままのはるかちゃんでした。いつも真剣で、まっすぐで、かっこよくて、ハードな練習もきついスケジュールもはるかちゃんがいつも励ましてくれて乗り越えられました。いつしか私自身の人気も少しずつ出てきて、はるかちゃんの隣で歌えるようにもなってすごく嬉しかった。でもアスランに入って3年目に私スランプになったんです。スランプ？新曲をうまく歌えなかったのがきっかけでした。どんなに気をつけても、自分のパートでミスして、ライブでも、そこでミスすることばっかり気になって、思い切り踊れなくなりました。そのせいで、みんなの足をずっと引っ張ってしまって。ダメ。やっぱり歌えない。ううん、最初の時よりずっと良くなってるよ。この調子でいけば。でも
またミスしてる、練習してないって叩かれて呆れられて怖いよ。もうステージに立ちたくないよ。マイ、今日がいい日じゃなくても明日はきっといい日になる。希望を持って頑張ればきっと道は開けるから。はるかちゃん、その言葉にまたすごく勇気をもらいました。でも頑張ろうって気が流行って、何時間もトレーナーがこれ以上はダメだって言った後もずっと練習してしまって、それで私喉を壊したんです。喉を？練習のしすぎが原因で高音が全く出なくなって、病院に行って話を聞いたら、回復には個人差があるから治るには何年も、下手したらもっとかかるかもって言われて、それは私にとってアイドルをもう続けられないことを意味していました。それで私、目の前が真っ暗になって、その場に一緒に来てくれていたはるかちゃんに、嘘、なんで、どうして、どうして私もう歌えないの、そんなの、私頑張ったよ、諦めないで頑張ったのに、どうしてこんな。舞、はるかちゃんの嘘つき、希望を持てばなんて嘘じゃない。私は頑張ったせいでこんな、返して、私の時間を、アイドルを返してよ。そんなことが。だからはるかちゃんはアイドルをやる資格がないなんて。ずっと後悔していました。毎日ずっとずっとはるかちゃんは私に何度も希望をくれていたのに、憧れの人で一番大切な友達なのに、なのになんであんなこと言って。だからはるかちゃんが引退するって知った時、目の前が真っ暗になりました。ああ、これはきっと私のせいだって。私ははるかちゃんに謝らなくちゃいけない。謝ってもどうしようもないかもしれません。それでも私ははるかちゃんに謝らなくちゃいけないんです。二人の間にどんな確執があるのか私たちにはわからないけど、でも伝えたいことがあるのならちゃんと話した方がいいわね。そうね、もし傷つけてしまっていたとしてもちゃんと話せれば前に進めるかもしれないもの。桃井さん、日の森さん、ありがとうございます。遅いわね、はるか。もう約束の時間なんだけど。はるかちゃんだもの、きっと誰かに捕まっているんじゃないかな。ゆっくり待ちましょう。本当にいいのかな、はるかちゃん、まいちゃんと会って。もしかしたらもっと苦しい気持ちになっちゃうんじゃ。でも会わなかったらまいちゃんが。心配なのはわかるわ。え？でも大切な仲間と分かり合えないままの方が苦しいと思うの。私がそうだったから。
お待たせしてすみません。話って一体。え？はるかちゃん！舞。どうして舞がここに？急に押しかけてごめんなさい。でも私、はるかちゃんにどうしても謝りたくて。はるかちゃん、本当にごめんなさい！あの日、はるかちゃんに言ったこと。なんであんなこと言っちゃったんだろうってずっと思ってた。謝らなきゃ謝らなきゃって思ってて、でもそしたらはるかちゃんがアイドルを辞めたって聞いて、だからごめんなさい。謝ってももう遅いって分かってるけど、でも私のせいではるかちゃんが。顔を上げて、舞。私の方こそ、ごめんね。ずっと謝りたかった。舞を追い詰めて苦しめたのに、何もしてあげられなくて。それに、舞は誤解してる。私がアイドルを辞めたのは、舞のせいじゃない。ただ私が、学生として勉強したかっただけ。アイドルじゃない生き方もしてみたかったの。だから。そんなの嘘だよ！ずっと一緒にやってきたから。はるかちゃんが本当はそんなこと思ってないって、私にだってそれくらいわかるよ！ごめんなさい。本当にそれだけだよ。だから、舞が責任を感じる必要はないよ。わざわざ会いに来てくれてありがとう、舞。はるかちゃん。騙し討ちみたいな真似して悪かったわね。いえ、先輩たちは私が昨日変なことを言ったから気にかけてくれたんですよね。まあね。それよりはるか、本当にあれでよかったの？確かに。アイドルをやる資格がないって思ったのは、舞のことがあったからです。でも、それは舞には言いません。絶対に。あの子には、過去を引きずり続けてほしくないので。はるかちゃん。実際、私はもうアイドルに未練はないんです。やれるだけのことはやりましたから。それに、私が届けられるものは、もうありません。そんなことない。え？届けられるものがないなんてそんなことないよ。はるかちゃんはたくさん希望をくれた。だから私はこうやってアイドルを目指せてる。何度落ちてもくじけないで頑張れるのは、はるかちゃんが明日を頑張る希望をくれたからだよ。だから何も届けられないなんてそんなこと言わないで。ありがとう、みのり。すごく嬉しいよ。でも私はもう本当に何も届けられないの。だってステージに立ちたくても立てないから。え？はるかちゃんの嘘つき！希望を持てばなんて嘘じゃない！私は、頑張ったせいで、こんな！返して！私の時間を、アイドルを、返してよ！あ、うん、大丈夫。行こう。大丈夫。いつも通り歌えてる。私が舞を追い詰めてしまったせいで、たくさんのファンを、みんなを悲しませた。だから、もっともっと頑張らなくちゃ。それが今、私からファンのみんなにできる、唯一のことだから。
どうして？あ、膝が。どうして？そんなにたくさん。ちゃんとみんなに希望を届けなくちゃ。絶対に誰も追い詰めないように、誰も傷つかないように。今日も膝が震えてる。こんなこと今までなかったのに。行こう。この向こうにたくさんのファンが待ってる。どんな時だって希望を届けるのがアイドルでしょ。え？足が動かない。どうして？なんで動かないの？お願い、動いて。私は届けなきゃ、届けなくちゃ。お願いだから。はるかちゃんの嘘つき。希望を持てばなんて嘘じゃない。私は頑張ったせいでこんな。でも私は希望を届けなくちゃ。私が届けてもまた誰かを追い詰めるだけ。そんなのもうアイドルじゃない。ステージに向かおうとするとね、もう足が動かないの。そんな。事務所に相談して病院にも行った。でも心の問題だから、自分自身で考え方を変えるしかないって言われて、専門家に相談してみたり、本を読んだりしたけど、やっぱり同じ。それでも、私なりに頑張ったんだけどね。もう一度ステージに立てるように、頑張って。でも、もういいの。全部受け入れて、諦めようって、そう決めたから。でも！みのり、頑張っても、どうにもならないこともあるんだよ。みんな、心配してくれてありがとう。それじゃ。待ちなさいよ！確かに簡単にはいかないかもしれないけど。でも、まだ諦めなくてもいいでしょ？あんたまだ16歳なのよ。まだわからないじゃない。もう無理だって思ってもまだ何か変わることはあるかもしれないわ。私たちにははるかちゃんの苦しさはわからないわ。でもはるかちゃんは本当にそれでいいの？ごめんなさい。もう帰らなくちゃ。はるかがあんなことになってたなんてね。全然わからなかった。去年一緒に収録した時も元気そうに見えたから。誰にも悟られないようにしてたんでしょうね。ファンにも仲間にも心配かけたくなくて。ほんと根っからのアイドルね、あの子。なのにそんな子がもうステージに立てないなんて。私たちにできることは何もないのかしら。はるかちゃんがもうステージに立てない。それなのに私、はるかちゃんに何度もアイドルの話して、目の前で練習までして。きっとはるかちゃんはいろんなことを思い出して辛かったのに。私のバカ。
るかちゃんのために私ができることないかな。はるかちゃんはいろんなものを届けてくれたんだから、私もはるかちゃんに何か届けたい。苦しい気持ちを少しだけでも軽くしてあげたい。でもはるかちゃんがアイドルから離れようとしてるなら、私が何かしたら迷惑になっちゃうのかな。ダメだ、頭の中ぐちゃぐちゃだよ。自分の思いや誰かの思いが見つけられなくて苦しくなったりしたら、いつでも世界に来てね。は？世界？ん？釣りの確認もバッチリ。みくちゃん、今日もいっぱいライブしようね。ん？あれ？あそこにいるのってみなみちゃん？おーい、みなみちゃん来てくれたんだね。ってごめんね、急に来ちゃって。みなみちゃんどうかしたの？何か悲しいことでもあったの？うん、ちょっと自分がどうしたらいいのかわからなくなっちゃって。あ、よければ話を聞かせてくれない？私たち、みのりちゃんの力になりたいな。うん、なんでも言ってほしいな。みくちゃん、りんちゃん、ありがとう。私ね、昔からすごく運が悪かったんだ。遠足の日はいつも雨だったり、お気に入りの服を着てる日に鳩に糞かけられちゃったり、他にも落ち込んじゃうことがいっぱいあって、学校行くのが嫌になっちゃった時もあったんだ。でもね、そんな時にテレビではるかちゃんを見たの。はるかちゃんは同い年だって思えないくらい歌が上手くて、ダンスも可愛くて、私気づいたらテレビに釘付けになってたんだ。それで歌の最後にはるかちゃんが言ったの。今日がいい日じゃなくても明日はいい日になるかもしれない。みんなが明日を信じて頑張れるように、これからいっぱい希望を届けていくって。私それを聞いてすごく感動したんだ。今日がいい日じゃなくてもきっといつかいい日がやってくるって思えるようになったの。そうだったんだね。それからはるかちゃんに憧れて追いかけて、はるかちゃんみたいに誰かに希望をあげられるようになりたいって思って、オーディションには落ちっぱなしだったけど、はるかちゃんに向かって進んでいく毎日がすごく幸せだったの。はるかちゃんがみのりちゃんの毎日を希望でキラキラ輝かせてくれたんだね。うん、はるかちゃんがいたから今の私はいるんだ。でもはるかちゃんはずっと苦しんでた。自分はもしかしたら希望をあげられていないのかもって悩んで、ステージに立てなくなってアイドルをやめちゃって、希望をくれたはるかちゃんを励ましたいのに、私どうすればいいのか全然わからない。あ、みのりちゃんは、はるかちゃんが大好きなんだね。だから、はるかちゃんのことを考えて悩んじゃうんだね。みのりちゃんは、優しいね。ね、みのりちゃん。今からもう一度、私たちのライブを見てみない？特等席を用意するから。え？特等席？いいから来て来て。ステージの舞台袖ってこんな風になってるんだ。あれ、ステージの端っこに椅子が。はい、みのりちゃんの席はここ。じゃあ行こう、みくちゃん。ええ、ここで見るの？みんなこんにちは。お友達のみのりちゃんが見に来てくれてるんだ。みのり
りちゃんには特等席でライブを楽しんでもらおうと思います。そこで見ててね、みのりちゃん。それじゃあライブスタート。やっぱりみくちゃんたちのライブは素敵だな。いっぱい元気をもらえるような気がする。それじゃ次の曲に行くよ。あ、ペンライトがみんな青くなって、綺麗。ステージから見ると本当に海みたいなんだ。はるかちゃんはずっとこんな綺麗な景色を見てたんだ。みのりちゃん、ただいま。ライブどうだった？すっごく良かったよ。二人とも息ぴったりで。それにはるかちゃんの見てた景色を見られて嬉しかったな。えへへ。あの青い海みたいなペンライト、ここから見るとすっごく綺麗だよね。この世界でライブをするとペンライトが一面青くなる時があるんだよ。あ、そういえば前来た時にも。でもどうして？なんでだろう。でも世界は思いでできてるから、誰かの思いが現れてるのかもしれないね。誰かの思いって？青い光と一緒にみんなの嬉しそうな顔が見えて、すごく綺麗だった。もう見られないけど。もしかしてはるかちゃんの？もしあの景色がはるかちゃんの思いなら、はるかちゃんはまだあの景色を。でも本当にそうだとしたら。ステージに向かおうとするとね、もう足が動かないの。でももういいの、全部受け入れて諦めようって、そう決めたから。そんなの、そんなのすごく悲しいよ。はるかちゃんが、はるかちゃんが一番見たい景色をもう見られないなんて。みのりちゃん。でも私がはるかちゃんのためにできることがあるとしたら、みくちゃん、りんちゃん、このステージにはるかちゃんを連れてきてもいい？あの光をはるかちゃんに見せてあげたいの。アイドルに戻れなくても、せめてあの景色を、はるかちゃんの大事な景色を見せてあげたいの。うん、もちろんいいよ。ありがとう。それじゃあはるかちゃんを連れてくるから、みくちゃんとりんちゃんはその時にライブを。でもライブをやるのは私たちじゃなくてみのりちゃんがいいんじゃないかな。え？私がライブ？うん。はるかちゃんを励ましたいっていうみのりちゃんの思いは、やっぱりみのりちゃんが直接届けた方がいいと思うの。でも私ステージに立ったことなんて。大丈夫。みのりちゃんははるかちゃんが大好きでしょ。だからきっとできるよ。はるかちゃんはどんな時もステージの上からたくさん希望を届けてくれた。だったら今度は私が届けなくちゃ。うん、私頑張る。はるかちゃんの一番見たい景色を届けてみせる。お、この曲アスランの曲だ。バカだな、もう戻れないのに。アイリちゃん、はるかちゃんが心配。まあね、やっぱり気になっちゃって。き
っとはるかは私が知ってるアイドルの中でも一番責任感があって仕事に誇りを持ってる子だと思うの。だからなおさら辞める決断をするのはすごく苦しいことだったはず。私も辞めてからずっと苦しかった。諦めるって自分で決めたのに、朝起きる時も夜寝る時も本当にこれで良かったのかって何度も何度も考えちゃって、それで本当に心配してくれる人のことまで見えなくなっちゃった。愛梨ちゃん、私もそうだったよ。苦しくて何も考えられなかった。最初はもうみんなから冷たい目で見られなくて済む、プライベートな時間も持てるようになるって前向きに考えてみようとしたけど、ダメだった。ただ流されるままなったアイドルだったのに、いつの間にか私にとってアイドルでいることはすごく大切なことになっていたから。だから辞めた時、大切なものがなくなったって感じてすごく苦しかった。はるかちゃんも今そんな気持ちなのかな。何かないのかしら、私たちにできること。必死でもがいたはるかが決めたことに口出すなんて本当は良くないって分かってるけど、でもそうね、同じようにアイドルとして過ごして挫折した私たちだからできることが何かあるかもしれないよね。でも一体どうすれば。おはようございます。おはようみのりちゃん。どうしたの、息を切らせて。ライブやるなら体力つけなきゃって思って練習前に10キロ走ってきました。ちょ、急に張り切り出してどうしたわけ。昨日はあんなにへこんでたのに。っていうか、ライブ？私、はるかちゃんのためにライブをやろうと思うんです。え？青いペンライトの海みたいな景色、それがはるかちゃんにとって大切な思い出の景色なのね。はい、それでその景色は世界のステージでライブをやれば見せられると思うんです。だから私、世界でライブをやろうと思うんです。それでハルカちゃんが少しでも元気になってくれれば。でもその景色ってステージの上から見ないと意味ないのよね。景色を見てもらうためにはステージに上がってもらわなきゃいけないけど、ハルカはステージに上がれないわけで、そこはどうするつもりなの？それにアイドル時代に見た大切な景色なら、見たら余計に辛くなってしまうかもしれないわね。それはそうですけど。このステージから明日を頑張る希望を届けたいんです。頑張ってもどうにもならないこともあるんだよ。でも今のはるかちゃんは明日はきっといい日になるってもう信じられなくなっちゃってて、そんな風に前を向いて進めなくなっちゃうことはすっごくすっごく辛いことだと思うんです。だからせめてはるかちゃんが少しでも前を向いて進めるようにあの景色を見てもらいたい。あの光は全部はるかちゃんに希望をもらった人たちの思いの光なんです。だからきっと届きます。たとえアイドルをやめたとしても、はるかちゃんには前を向いて進んでほしいっていう思いが。はるかちゃんをステージに呼ぶ方法はまだ考えてる途中ですけど、でも考えてるだけじゃ私もはるかちゃんもずっと止まったままだから。たとえ一回のライブではるかちゃんの心を動かせなくても、はるかちゃんが前を向けるようになるまで何度だってライブします。みのりちゃん。ああ、それって結局ノープランってことじゃない。ほんとみのりって最初からそうだったわよね。無茶なことばっかり言うっていうか無鉄砲っていうか。
そんなこと言ってるけど、愛梨ちゃんはもう答えを出してるんでしょ？まあね。雫のとこの劇場に飛び込んでいった私が、人のことをとやかく言えないもの。だから、みのり、私たちにも、そのライブをやらせてくれない？え？ええ、私も手伝わせてほしいわ。私たちも、はるかちゃんを励ましたくて、どうすればいいのか悩んでいたところだったのよ。私は、愛梨ちゃんが私のために行動してくれたから、また前を向けるようになったわ。だから、はるかちゃんのことをいっぱい考えてるみのりちゃんとなら、はるかちゃんを励ませるかもしれないって思うの。それに、みのりみたいな頑張りや、応援しなくっちゃアイドルが廃るもの。ありがとうございます！桃井先輩、ひなもり先輩！みのりちゃんたちどうしてるかな？もう、私から会いに行っちゃおうかな？私たちから行かなくてもきっとまたすぐ、あ、ほら来てくれたみたいだよ。みくちゃん、兄ちゃん、あ、今日はアイリちゃんとしずくちゃんもいる。久しぶり。元気だった？ええ、おかげさまでね。この間は本当にありがとう、リン。おかげでまた頑張れそうだわ。えへへ、アイリちゃんが元気になってくれてよかった。やっぱりアイドルは笑顔が一番。そうね、元気じゃないアイリちゃんはとっても変な感じがするもの。変なって、私だって落ち込むときは落ち込むんだけど。ミクちゃん、リンちゃん、あのね、二人ともはるかちゃんを元気づけるために世界のライブに出てくれることになったの。それで練習のためにステージの大きさとかを確認しなきゃって思ってきたの。あ、それならそのままここで練習すればいいんじゃない？ねえミクちゃん。うん、ここはみんなの思い出できた世界だし、私たちがライブをしていない時だったらいつでも練習してもらって大丈夫だよ。本当に？それならすごく助かるわね、みのりちゃん。うん、ありがとう、みくちゃん、りんちゃん。ストップ！腕の振りが小さい。後半になるとすぐ動きが小さくなるわよ。一番遠くの客席にまでみのりの思いを届けられるように意識。はい、もう一回。はい。それから音程が少し不安定になっているわ。体に力が入るとどうしてもそうなりがちだから、緊張する時ほど自分の呼吸のペースに気をつけてみて。その方がみのりちゃんの思いがもっともっと届くわ。はい、ゆっくり息をして肩の力を抜いて。あー、あいみちゃんとしずくちゃんの思いも重なってどんどんキラキラしていってるよ。最高のライブになりそうだね。できました。今最後まで完璧にできたと思います。待って、動画も確認しないと。うん、これなら完璧ね。はるかにも見せられるレベルだわ。頑張ったわね、みのりちゃん。最後の方はほとんど私たちのペースになっちゃってごめんなさい。いえ、先輩たちのおかげでここまで来られたんです。本当にありがとうございます。あとははるかちゃんに届けるだけ。ええ、何度も呼び出して悪いわね、はるか。いえ、大丈夫です。
それで今日は一体何の話ですか？あの、今日は一緒に行ってもらいたいところがあるの。私、はるかちゃんに綺麗な景色を見てもらって元気になってもらいたいなって思ってて。みのり、わかった。気を使わせちゃってごめんね。帰りが遅くなるといけないから、あんまり遠くには行けないと思うけど。大丈夫、すぐに行けちゃう遠くない場所だよ。え、ちょっとみのり、どうして手を握ってって。それじゃあ行こう、はるかちゃん、私たちの世界に。その光はもしかして。やっぱりここに。でもみのり、どうしてまた。みのり、みのりはどこ。桃井先輩、ひなもり先輩、みくちゃん、りんちゃん、練習通りよろしくお願いします。頑張りましょう。任せて。ステージの上に、みのりたちが。こんにちは、花里みのりです。突然ですが、私には憧れのアイドルがいます。それは桐谷はるかちゃん、あなたです。はるかちゃんは私にたくさんの、とってもたくさんの希望をくれました。でも、はるかちゃんは今、とっても苦しくて、辛い気持ちになってて、悲しい顔をしていて、せめて少しでも、前を向いて進めるようになってもらいたい。そう思って、このステージに立ちました。今日は、精一杯ライブします。よろしくお願いします。最後まで聞いていってね。最高のライブ、見せてあげるわ。心を込めて、歌います。聞いてください。ハッピーシンセサイザー君の胸の奥。歌い出しはバッチリね。今までで一番遠くまで声が届いているわ。ちょっと緊張してるみたいだけど、練習通りよく動けてるじゃない。いいわよ、みのり、あとははるかに。お、青いペンライトの光が。動きを大きく、指先まで気を抜かない。呼吸はゆっくり、ペースを乱さない。私の持ってる全部の力で届けなくちゃ。はるかちゃんにあの景色を見てもらうために。みのり、少し肩に力が入ってる。でもすごく一生懸命で、届けようとしてくれてるんだ、私に、みのりの思いを。デビューして初めてのソロ曲なのに、どうしよう、すごく緊張してる。みんなが楽しみにしてくれてるのに、失敗したらって思うと。ううん、希望を届けるアイドルが、そんな風に後ろ向きになっちゃダメだよね。行こう。みんな、今日は来てくれてありがとう。精一杯頑張って。あ、どうしよう、声が震えて。今から一人で歌わなきゃいけないのに。え？ペンライトが、全部青になって。綺麗。そうだ。私が届けるだけじゃない、みんなが私に力をくれるから、私はアイドルでいられるんだ。もっともっとみんなに返したいな。みんなが作ってくれたこの景色に応えられるように、私は全力でステージに立ちたい。みんな、応援本当にありがとう。みんなの思い、ステージまで届いてるよ。私もここから精
精一杯届けるね。そう、あの景色が、みんなの思いがあったから、私は。はるかちゃん、ライブは楽しめてる？みんなたくさん練習してたんだよ。それに見て、青い光があんなに遠くまで見えるよ。ミク、リン、そうだね、私の大切な景色と同じ。ステージの上から見たらもっと綺麗だって分かってる。だけど、ありがとうございました。はるかちゃん、ステージに上がらない？今すっごく綺麗な景色が見れるよ。この景色をはるかちゃんに見てほしくて、私たち頑張ったの。きっとステージの上から見れたら、はるかちゃんもまた前を向いて進めるんじゃないかって。ごめんなさい、それは無理なの。ただステージの前にいるだけでもこんなに足が震えてる。それなら私の手を掴んで。え？あのね、はるかちゃんは私にたくさんのものをくれたんだよ。子供の時、はるかちゃんみたいになりたくてダンスの練習を始めたの。運動は苦手だったんだけど、やってたらだんだん楽しくなって、気づいたらダンスが大好きになってたんだ。はるかちゃんに会いにライブに行ったら友達もたくさんできたよ。遠くの県に住んでてあんまり会えないけど、その子たちとは今もよく連絡取ってるんだ。それにライブではるかちゃんに初めてファンサをもらった時は嬉しくってドキドキして泣いちゃって、誰かを好きになることがこんなに嬉しいことなんだって初めて気づけたんだよ。それからはるかちゃんは私にアイドルになるっていう夢をくれたよ。私ができることはこれくらいしかないけど、この景色を見て前を向いて思い出してほしいの。明日はきっといい日になるって信じてほしいの。みのり、はるかちゃんはどうしたい？私はステージに上がりたい。もう一度あの景色が見たいよ。はるかちゃん、ほら、みのりちゃんの手を取ってあげて。きっと大丈夫。私たちも、はるかちゃんがステージに上がるのを手伝うから。せーの。私、ステージの上にいる。でも、やっぱり震えて、立てない。なら、何度でも支えるわ。そのために私たちがいるんだから。腕を回して、愛梨ちゃんの方にも。そうそう、一人で無理なら周りに頼りなさい。ほらはるか、そんな足元ばっかり見てないで、振り返って前を見てみなさいよ。あ、綺麗。この光は全部はるかちゃんがくれた希望の光なんだよ。私がアイドルを目指せてるのも、ここでライブができたのも、先輩たちと一緒にライブができたのも、全部はるかちゃんが希望を届けてくれたから。はるかちゃんがいなかったら私もこの景色を見れてない。この光の数だけはるかちゃんは私に希望を届けてくれたんだよ。だから何度だって私は伝えたいの。本当に本当にありがとう、はるかちゃん。私に希望をくれて。私が希望を？そっか、ちゃんと届けられてたんだね、はるかちゃん。
マホが、ん？アンタイトルが光ってる？みのりのだけじゃない、私たちのアンタイトルも光ってる。本当の思いを見つけられたから、みんなの思いから歌が生まれようとしてるんだよ。歌は人の心の中にある本当の思いでできてるから。本当の思い、私たちの本当の思いってみのりにはわからないかもしれないわね。最初からずっと持ってたから。そうね、私たちがなくしかけた時もみのりちゃんはずっとこの思いを大事にしていたわ。え？アイドルになりたい、アイドルでいたい、みんなに希望をあげられるような、そんなアイドルに。それが私の、ううん、私たちの本当の思い。ありがとう。みんながいなかったら、私、きっと立ち止まったままだった。ありがとうございます。桃井先輩、雫。そして、本当にありがとう、みのり。え？そんな、私は何も。ずっと先輩たちに助けてもらってばっかりで。いいえ。私たちが本当の思いを見つけられたのは、みのりがいたからよ。ええ。大切なことを思い出させてくれて、ありがとう、みのりちゃん。みのりが、最後に手を引っ張ってくれたから、この思いを取り戻せたんだよ。はるかちゃん、桃井先輩、日の森先輩。ねえ、この歌、みんなで歌おうよ。私も一緒に歌っていい？え？ミクちゃんと？ミクちゃんと一緒に歌えるなんて、すごく嬉しいよ。よーし、それじゃあ私は MC で盛り上げちゃおうっと。みんな、最高のステージにしようね。一緒に歌おう。だったわ。やっぱりアイドルって最高。こんな気持ちになれたのいつぶりかしら。やっぱり綺麗。あら、曲のタイトルが変わってる？え？あ、ほんとだ。アイドル親衛隊？もしかしてこれ今歌った私たちの歌？うん、みんなの思いから生まれた歌だよ。明るくて楽しくて前向きになれる曲だったね、みのり。うん、みくちゃん、りんちゃん、本当にありがとう。みくちゃんたちのおかげではるかちゃんに私たちの思いを届けられたよ。うん、本当にミクもリンも背中を押してくれてありがとう。いくら感謝してもしきれないくらい。どうお礼を言えばいいのか。私たちはみんなが思いを見つけて歌ってくれたことが一番嬉しいよ。そうそう。あ、でもまたここに来て歌ってくれたら嬉しいな。そうだね、ここはみんなの世界だし、またいつでも来てね。あ、落ち込んじゃった時も来てね。絶対に私が元気にするから。ありがとう、リン。リンちゃんのおかげで愛梨ちゃんも私も元気になれたわ。ありがとう、リンちゃん。へへへ、どういたしまして。あの、ミクちゃん、リンちゃん、
一緒に歌ったさっきのライブすっごく楽しかったから、もしよかったらまた一緒にライブしてもらってもいいかな。もちろん。それって本当なの？うん、私またアイドルをやろうと思う。やっぱり私にはアイドルしかないって思ったから。よかった、本当によかった。じゃあまた事務所に戻るの？それとも別に誘ってくれてるプロダクションがあったり？そういうところまではまだ考えられていないけど、でもやってみたいことがあるの。一緒に食べない？駅前にとっても美味しいところがあるのよ。お気遣いありがとうございます。先輩たちにこんなに手伝ってもらったのにな、何らしくなくへこんでるわけ？え？そうね、なんて言ったってみのりちゃんは私たちを励ましてくれたアイドルですもの。これくらいじゃ諦めないでしょ？はい、落ちた50回が51回になっただけです。私、希望を届けられるアイドル目指してもっともっともっと頑張ります。そうそう、やっぱりみのりはそうじゃなくっちゃね。やっぱりみんなここにいたんだね。はるかちゃん、いいところに来たわね。はるか、今から練習するからちょっと見ててくれない？オーディションに落ちたみのりを今日はみっちりしごくわよ。みのり、モリプロのオーディションに落ちたの？でも諦めないよ。もっともっと頑張ってはるかちゃんみたいなアイドルになる。ねえ、一つ提案があるの。提案？私たちみんなで一緒にアイドルをやらない？え？私たちでゼロからアイドルグループを作って活動するの。ちょっとそれどういう風の吹き回し？私たちはみんな同じ夢を持ってます。ファンに希望をあげられるアイドルになりたいっていう夢を。それなら私たちが一緒に組めばもっとみんなに希望を届けられるって思ったんです。私たちでいいと思う。みんなと一緒ならすごく心強いわ。きっと助け合って素敵なライブができそうだもの。もちろん愛理ちゃんが納得してくれればだけど。あんたはそれでいいの？はるかが復帰したいならどんな事務所にだって入れるだろうし、すぐに活動も。私はもう一度アイドルをやるならみんなとやりたいんです。希望をくれたみんなと。はぁ、てこでも動かないって顔して。まあでもいいわ、あんたとやれるなんて面白そうじゃない。その代わり桐谷はるかが相手でも練習はビシバシ行くわよ。覚悟しときなさい。ありがとうございます先輩。はるかちゃんが桃井先輩と日の森先輩と一緒に？すごい、そんなの絶対最高のアイドルグループになっちゃう。私すごい歴史的瞬間を見ちゃってるんじゃ。もしよかったらファン第一号の名前
名前をもらっても何言ってるの、みのり。みのりにも一緒にやってほしいって言ってるんだよ。え？私も一緒って、それって、はるかちゃんたちと一緒に？え？あんた、何ポカーンとしてんのよ。当たり前でしょ？そうね。みのりちゃんがいないと、始まらないわ。でも、私はオーディションの二次審査にも通ったことないですし。みのりは、希望をくれたよ。あ、私たちに一番希望をくれた。たくさんの希望を、アイドルとして、みのりはくれたんだよ。あ、私なんかが、本当にいいの？はるかちゃん、桃井先輩、日の森先輩。でも、私はまだ歌もダンスも、みんなと比べて下手で。あんたね、ここまで練習に付き合わせておいて、まだそんなこと言うの？足りないところは、みんなでカバーし合えばいいのよ。あの世界でのステージみたいに。そうだよ、みのり。私、みんなでまた、ううん、これからもずっとステージに立っていきたいの。みんな、できるってみんなが信じてくれてる。みんなと一緒ならきっとたくさん希望を届けられる。よろしくお願いします。みんなに追いつけるようにもっともっと頑張ります。よーし、そうと決まれば早速グループ名を決めるわよ。え？今決めるの？そうよ、こういうのはテンションとパッションが大事だもの。はい、みのり、何かつけたい名前はない？えっと明日頑張る希望をあげたいはどうでしょうか。さすがにそのまんますぎでしょ。ある意味アイドルらしいっちゃアイドルらしいけど。それなら英語にしてみたらどうかしら。明日はトゥモローで、頑張るはファイトで、希望は。ファイトの意味は頑張るじゃなくて戦うでしょ。私はあれが好きだな、もっともっとって。みのりの口癖。え？頑張ってうまくいかなくてももっと頑張る、そういう諦めない気持ちが伝わるから。もっともっと、あ、モアモアファイトなんてどうかしら。なんでまだファイト引っ張んのよ。格闘技でも始めるつもり？モアモアジャンプはどうかな。モアモアジャンプ、うん、みんなで夢見たアイドルに向かって手を伸ばそうって感じが出るかなって。そうね、それに私たちいろいろな壁にぶつかってしまって、一度はアイドルをやめてしまったけど。いいわね、今度は4人でそんな壁飛び越えていきたいものね。私もいいと思う。じゃあ決まりだね、今日から私たちはモアモアジャンプ。そうと決まれば初練習よ。用意はいい？みのり。はい、桃井先輩。あ、もう同じグループのメンバーなんだから先輩をつけなくてもいいんじゃないかしら。え、じゃあ愛理ちゃんとしずくちゃん。なんだか照れちゃうな。ほらほら、ぼーっとしてないでやるわよ。はい、頑張ります。みくちゃん、そろそろライブの時間だよ。あ、待って、りんちゃん、衣装のリボンが曲がってる。うん、これで大丈夫。ありがとう、みくちゃん。どういたしまして。それじゃあみんながもっともっと元気になれるように今日もアイドル頑張ろうね。うん。
る？